皆さんこんにちは、日本語の先生のりこです。週末ですね。何をしてますか？何か楽しいことしてますか？私は本当にいつもと同じ週末ですね。朝ごはんを食べにカフェに行って、その後友達と会って、あと家に帰ってからは韓国語の勉強したり、ネットフリックスを見たりしてます。夜は今日赤ワインを飲むつもりです。ポッドキャスト毎日聞いてますか？私のポッドキャストだけじゃなくって、いろいろな他の YouTube チャンネルとか他の先生のポッドキャスト聞いてますか？難しいと思うことがあるかもしれないけれども、諦めないでほしいです。毎日少しずつ聞いてください。少しずつ毎日続ければ必ずわかるようになります。そして必ず話せるようになります。最初は全然わからなかったというエピソードがあるかもしれません。でもそこで落ち込まないでくださいね。私はこれからもいろいろなトピックで話します。時には簡単なトピック、時には難しいことも話します。でもそれでいいんです。いろいろ聞いてみる。それが大切だと思います。それでは今日は教科書ですね。中級の教科書、上級への扉。そのシリーズの第3回目です。第1課の中に相槌とフィラーという読み物があります。それについて話していきます。では今日は相槌とフィラーについて話していきましょう。相槌を打つ、聞いたことがありますか？日本語では会話をスムーズに進めるために相槌を打つということをするんです。よく聞くのは、はい、そうですかね、いろいろあるんですけれども、この相槌はその相手が言ったことに対して、 I'm following you, I'm listening you, please continue っていうような意味があるんですよね。で、この相槌が上手に打てるっていうのは、日本語においてすごく大切なポイントで、まあ英語では相手が話しているときにこういう相槌はあまり打ちません、言いませんよね。でも日本語ですごく大切なのは、この相槌をしないと話している人がですね、あれ、この人、私の話聞いてくれてるのかな？無視してる？聞いてる？これ、失礼な人なんじゃないの？って思われてしまうかもしれないんです。だから、この相槌、上手に使うことが、まあ、会話のスムーズということで必要になります。これね、本当にその通りで、私の旦那さんは日本語を話しますが、この相槌が上手じゃないです。なので、私が日本語で彼に話していると、彼は本当にうーんとか、あーとか、そうとか言いません。私はもう慣れましたけど、最初の頃はよく、ちょっと私の話聞いてんの？って、怒ってですね、彼に言ってしまう、文句を言ってしまうことがよくありました。でも彼にとっては、この相槌っていうのがよくわからないから、聞いてくれてるけれど、うんとかあーとか言えないんですよね。だから私はよく怒ってました。私の話聞いてよって怒ってました。じゃあ、この教科書ね、上級への扉に出てくる相槌、まあ、ほんの一部ですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。はい。ええ。うん。
そうですね。そうね。そうだね。そうですか。そうなんですか。そうなんだ。そっか。なるほど。へえ。ふーん。本当ですか？本当？マジですか？マジ？嘘でしょ？嘘。ね。これ本当に一部ね。他にいろいろあります。私はね、よく、へーって使いますね。本当によく使います。へー。ね。じゃあ、次はフィラーについて話します。じゃあ、フィラーについて話しましょう。これは話したいことがスムーズに出てこないときに使うんですけれども、私もよく使ってます。ね、これですよ。話と話のつなぎ、コネクション。ね、何か言いたいんだけど、すぐ出てこないときに、これを使います。よくあるのは、ほらほら、さあ、そんな感じかな。これも、まあ上手に使えるようになると、会話が、まあスムーズに聞こえる、と思います。ね。相槌とフィラー、これ本当に難しいですけれども、ぜひぜひマスターできるようにね、いろいろな人の話を聞いてみて、リスニングしてみて、勉強してみてください。他にはですね、他の表現はよく私使うのね、誰かが何か言った時に、え？あれ？え？このえ？とかいうのもよく使いますね。あと、ノー。ね。否定、ノーっていうときに、いいえ。ってあんまり実は使わないんだよね。いいえ。ね。普通の会話では、いや。これよく使います。ね。こういうことも、本当に、まあ、日本語の中級から上級にかけて、練習していかないといけないことだと思います。じゃあ今日は上級への扉のシリーズ第3回目、相槌とフィラーについて話しました。私は本当によく、とか、ああ、そう、へえ、で自然に使ってますね。まあ、私は日本人だから自然に使えます。そして深く考えないで、こんな時にこう使うっていうことを全然ね、深く考えないで自然に使えるんだけど、いやー難しいと思います。でもそこが語学を勉強する、日本語を勉強する時に、まあすごく面白いポイントじゃないかなね。じゃあ今度日本のドラマとか映画とかポッドキャストね、誰かが話している日本語を聞くときに気をつけて、この相槌とフィラーを聞いてみてください。はい、今日はここまでです。聞いてくれてありがとうね。またね。バイバーイ。